はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、この動画は、えー、第5週の3つ目のビデオですね。えー、今日は、えー、その自動採点の、えー、Google フォームの質問の数を増やすことを、えー、説明したいと思います。えー、昨日は、あの、えーと、テンプレートから作りましたけど、これは質問が1つだけしかありませんでしたね。で多分皆さんは、 二つとか三つとかもっとたくさんの質問があるテストを作りたいときもあると思います、えー。そのために質問の数を増やすことをやってみます。はい。ではまた、あのこの採点を自動化するですね。えー、ここから、えー、ここをクリックして先に行ってみましょう。はい。えー、で、ここでですね。まあ、これはどれでもいいんですけど、まあ、この一番上のここをクリックしてみたいと思います。 はい。で、このようにメイクアコピーというのが出てきますから、この青いボタンを押してください。えー、そうすると、こういうふうに、えー、新しい、あの、このコピーオブ自動採点、テンプレート1というのが出てきますね。はい。で、この下のところを、えー、直す必要があります。で、えー、っとですね。はい。で、ここに、あの、あの、ここに質問を書きますとか、ここのところにその選択肢をですね、書くわけですね。 はい、えー。今こういうふうに書いてみました。上にひらがなで日曜日と書いてありますから、えー、この、えー、正しい漢字を選ぶわけですね。はい、えー。ただ今は、あの、ここの、あの、このテンプレートは、えー、この1番がいつも必ず正しいというテンプレートなので、ここ,こ,こに青い、えー、あの正解のマークがありますね。これを直さなければいけません。そのためには、このアンサーキーというのを、えー、クリックします。 はい。えっ、ー、と、ごめん、もう一回やりますね。はい。アンサーキーですね。はい。はい。えー、これがアンサーキーの編集のところですね。えー、今、この火曜日のところに、この、え、チェックがついていますから、この日曜日のところをカチッとクリックします。はい。そうすると、えっ、ー、と、火曜日と日曜日両方正解になってしまいますから、この火曜日のところをもう一回クリックして、これを消します。はい。これで、え、日曜日というひらがなに対しては、この日曜日の漢字だけが正しいということになりましたね。 え、それから、あの、ここもね、ちょっと直さなければいけません。これは、フィードバックをインコ incorrect のところですけど、正解は今1番じゃなくて3番ですよね。3番のですから、えー、で、その時はですね、この鉛筆のマークをクリックします。はい。で、これ、えー、正解は1番のカッコなんとかですと書いてあるのを編集して、正解は3番の日曜日ですとします。でも、これはですね、えー、もう消しちゃってもいいです。めんどくさい時は、あの、 えー、この、えー、ゴミ箱のマークで消してしまっても構いません。はい。えー、で、うん、はい。あ、それでですね、もう一回戻りますね。で、最後の、ここの段ですね。段のところを押すと、はい。こうやって、えー、元に戻ります。で、あとはもうこの先度のマークを、えー、クリックして、えー、リンクを学生さんに送れば、これまでと同じように使うことができます。 はい、えー、以上です。で、このスライドの、えー、リンクは TTCB53 になっていますので、えー、まあ、リンクは今日そんなにたくさんありませんけど、見たい人はこれを見てください。はい。えー、っとですね、あの、このビデオに知らなかった言葉があったら、暗記とかクイズレットとかメモライズなどに記録をしておいてください。はい、それでは私の方からは以上です。失礼します。